どうは。美味しいです。お疲れ様です。お疲れ様です。お名前伺っていいですか。松本いつかです。あ、ちょ食べてください。楽しかったね。あ。攻めるやつです。あ、めっちゃざっくりじゃないですか。ロリータの攻めるやつだったんですね。そうです。あ、なるほどなるほど。あ、なるほど。まだまだだなって思いました。あ、本当ですか、うん、結構いい感じだと思いましたけど、もうちょっとカモチルになれるように。あ、カモチル。ちょっとお勉強しようかな。あ、ありがとうございます。ぜひぜひ。初めてだったんですよ、うん、だからすごい嬉しくて、ずっと写真撮ったりして。そんな撮ってないですよね。撮りました。嘘ついたよね。嘘ついたな、ほんま。撮ったの。あ、撮りましたか。 OK です。じゃあ、あれ、最後の人。あ、ありがとうございます。最後の人、いい感じでしたね。最後の人、最後の人、やっぱいい感じの MO でしたね。いい感じの MO でした。なるほど。最高でした。ありがとうございます。楽しんでますよ、ほぼほぼ。あ、いいですね。自由にやっちゃう時もあるし、こう書いてくださった台本通りにやる時もあるし、楽しいですね、ほぼほぼ。いいですね、確かに無敵ですよね。楽しい。ああ、よかったです。逆に楽しくないのはどんなやつですか。楽しくない。楽しくない作業はありますか。ないです。あ、素人の人の、これ、素人さんをやる、うん。来月オファーしてるやないか。あ、それで。なるほどなるほど。ありがとうございます。千代さんの予定を、はい、なるほど。千代経営、それがファン大感謝祭した。あー、なるほど。私だけを知ってる人が来てくれて、こう、つかちゃんみたいなやつで、ちょっと面白そうですね。はい、ドリータを着てる私はこの作品しかないから、可愛い衣装でちょっと攻められてるのを見ていただけたら嬉しいです。 OK、 なるほど、いい、うまくまとめました。どんどんなんかうまくなってきます、まとめるの。感想をツイッターで教えてください。はい、わかりました。お願いします。お疲れ様です。お疲れ様でした。じゃあちょっとまあ食べてください。似合う？似合います。靴もかわいい。一緒に行きますか？かわいい？かわいいです。めちゃくちゃ。ね、こっちおいで。ここおいで。もっとこっち来て。緊張してるの？はい。これかわいいね。すごい似合って